皆さん、こんにちは。京都大学 iPS 細胞研究所の和田浜博之です。今回は京都大学総合博物館で開催されていた特別展、iPS 細胞奇跡と未来の展示の一部を紹介していきたいと思います。この特別展は、iPS 細胞研究所の設立10周年を記念して開催されました。今回は iPS 細胞の歴史を振り返りつつ、 研究所で実験に使用する道具などを紹介していきたいと思います。まず、iPS 細胞は Induced p u r i p o ス t e n t Stem Cell の略称で、日本語では人工多能性幹細胞とも呼ばれます。iPS 細胞は簡単に言うと、たくさん増えて何にでもなれる細胞の一種です。大人の体の細胞から作ることができるのが特徴です。普通 私たちの体の細胞の多くは一度役割が決まったら分裂して数を増やすこともありませんし他の細胞に変化することもありません。しかし iPS 細胞は栄養を十分に与えてあげればどんどん増え続けますし培養する環境を変えてあげれば皮膚でも神経でもいろいろな種類の細胞になれます。iPS 細胞を顕微鏡で観察するとこのような姿をしています。 こちらは人の皮膚の細胞から作った iPS 細胞の集合体です。真ん中にある大きな丸い部分に数千個の iPS 細胞が集まっています。周りにある細長い細胞はフィーダー細胞といって iPS 細胞を育てる際に使用していた細胞です。こちらは iPS 細胞が報告された当初の方法で作った iPS 細胞の写真です。今では iPS 細胞の作り方に様々な改良が加えられ、 フィーダー細胞を使わない方法でも培養できるようになりました。iPS 細胞は様々な分野で利用が期待されています。よく知られているのは細胞を使った細胞治療、再生医療ですが、それだけではありません。iPS 細胞を道具として利用して新たな生命科学の分野や医療を開拓する研究も行われています。例えば、 人工 RNA を使って細胞の機能を制御して、必要な種類の細胞以外は除去するなどの技術も研究されています。また、iPS 細胞ができることはわかりましたが、どうして iPS 細胞のような性質を持った細胞ができるのか、そのメカニズムには謎が残されています。そうした研究も行っています。ここからはサイラの中を紹介します。 一般の方はなかなか入っていただくことができない研究所の内部の雰囲気を少しでも感じていただけるようにイラストで紹介したパネルです。研究を進める上で研究を行う環境も大切です。このパネルでは施設面でのこだわりをご紹介していきます。サイラの特徴的な設備の一つがこのオープンラボです。壁を作らず研究者同士の交流がしやすいように 複数の研究チームが同じ空間を共有しています。研究を進めていく上で専門を深めていくことももちろん重要ですが、少し違った専門知識を持った研究者との交流も重要です。そうした中から新しいアイデアが生まれてくることも少なくありません。研究所内の交流が起こりやすいように、オープンラボの他にもコミュニケーションスペースや研究チームの顔写真掲示など様々な工夫を取り入れています。 こちらは細胞を培養するための部屋です。オープンラボと違い、様々な細胞が混ざったり、雑菌が繁殖したり、また細胞などが部屋の外に出ないようにするために小さく区切られた部屋となっています。この部屋の中のグリーンベンチや安全キャビネットと呼ばれる装置の中で細胞を扱う実験は行われます。他にも動物実験を行うための施設や、 薬を見つけ出すためのスクリーニングという大量の物質を同時に実験して調べるための技術を利用するための部屋。医療用の細胞を作るための細胞調整施設などがあります。この医療用の細胞調整施設では、現在は iPS 細胞研究財団が iPS 細胞ストックの製造などを行っています。特別点では実験に使う道具も紹介しています。一つ目はこれ。 マイクロピペットです。研究所内に何百本何千本とありそうなほど日々の研究に欠かせない道具です。ストックホルムにあるノーベル博物館には受賞者ゆかりの品が展示されるのが慣例ですが、山中先生は何を展示したいか尋ねられた時、実験の功労者であるピペットを推薦したそうです。そのぐらい研究者の日常になくてはならない存在です。マイクロピペットは、 ごくごく少量、1ml とかもっと少ないマイクロリットル単位で液体を測り取ることができる機械です。尖った先端に使い捨てのチップをつけて使い、チップを交換することで違う種類の液体が混ざってしまうことを防ぎます。液体を吸い取ったり吐き出したりできる仕組みです。薬品を混ぜたり、細胞を培養したり、これを使わない実験はないというぐらいよく使います。 目に見えない小さな細胞を扱う研究では、顕微鏡も欠かせない道具です。これは一般的な光学顕微鏡で、細胞の観察によく使います。小学校などで使う顕微鏡と違い、培養液の中に入った細胞を観察するので、倒立型、下側から観察するタイプになっています。特別天来場者の皆さんにも、実際に細胞を観察していただこうと、顕微鏡を設置していたのですが、 新型コロナウイルス感染症の防止のため、残念ながらご覧いただくことはできませんでした。これが iPS 細胞の乾燥標本です。iPS 細胞はシャーレの底に貼り付いて増殖していくので、そこから培養液を取り除いて、iPS 細胞をアルカリフォスファターズ染色という方法でピンク色に染色して乾かすとこのような感じになります。iPS 細胞の乾燥標本を顕微鏡で見てみると、 iPS 細胞がたくさん集まって塊になっているのがわかります。細胞一つ一つは小さな粒のように見えます。顕微鏡の隣には iPS 細胞ができる様子や iPS 細胞から変化した細胞の様子を顕微鏡で観察した動画を展示していました。こちらは iPS 細胞ができてくる様子です。真ん中の黒い塊の部分が iPS 細胞の集まりです。 周りにある細長い細胞はフィーダー細胞で、新しい方法ではフィーダー細胞を使わずに iPS 細胞を培養しています。こちらは人の血液の細胞から iPS 細胞ができる様子を撮影したものです。はじめは血液の細胞らしい丸い形をしていた細胞が次第に形を変え、分裂をしながら集合体を作っていく様子がわかります。これらの iPS 細胞を 培養条件を変えることで、他の種類の細胞に変化させることができます。例えばこれは心臓の細胞です。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、心臓の細胞は放っておいても勝手に拍動します。iPS 細胞から人工的に作った細胞でも、きちんと心臓に変化して拍動をします。こちらは iPS 細胞から分化した免疫細胞が癌が細胞と戦っている様子です。 赤い細胞が免疫細胞で、緑が癌細胞です。赤い細胞が緑の細胞を攻撃して、緑の細胞が破裂するように壊れていく様子がわかります。免疫細胞は私たちの体の中にあって、体内にできた癌細胞を攻撃しますが、戦いが長引くと弱っていくことが知られています。そこで、iPS 細胞から作った免疫細胞を移植して、戦いを助けようという研究が行われています。さて、 特別展の展示会場では、サイラの実験室を再現していました。展示では立ち入り禁止の区域でしたが、この動画では特別に中に入ってみます。実験をする際には白衣を着ます。これはクリーンベンチで、この中は雑菌が少なく細胞を扱う作業をします。もう一つ似た形をした安全キャビネットがあります。 こちらは中で遺伝子を操作した細胞を扱うなど、外に出てこないようにするための装置です。手を消毒してから、少し開けた扉の隙間から手を差し込んで作業をします。持ち込む器具は滅菌処理をしたもので、表面はアルコール消毒をしてから中に入れます。空気中の雑菌が混じってしまわないように、細心の注意を払いながら作業をします。使用後は扉を閉め、 最後に紫外線ランプをつけます。これによりグリーンベンチ内を殺菌することができます。こちらは CO2 インキュベーターという機械で細胞を培養するために必要な環境、37度程度の適度な気温、適度な二酸化炭素濃度を保つことができます。この機械は iPS 細胞を見つける研究が行われていた山中研究室にあったものの一つで、ひょっとすると この機械の中で世界初の iPS 細胞ができたかもしれません。展示スペースの都合であったり、機器が高額であるなどの理由により、特別展には展示されていませんが、その他にも様々な機械を使って研究を行っています。こうした専門的な機械を扱うためには、専門の知識が必要ですので、技術を持ったスタッフも欠かせません。ここまで。 サイラの実験施設と機器についてご紹介させていただきました。ご覧いただいた通り、研究者だけでなく患者さん、寄付者、その他たくさんの方々に支えていただいて今日のサイラがあります。これからの未来を描くにあたっても、ぜひとも皆さんと共に描いていきたいと考えています。本来、展示会場で準備した参加型コンテンツで皆さんの声を集めたいと企画していたのですが、 コロナ禍で再開された新しい展示式ではそれも十分には叶いませんでした。そこでオンラインで皆様からサイラの未来に対する期待の声を集め、一部はこの巨人の上に書き出しました。その結果、多くの方々から感謝や激励のメッセージをいただきました。引き続き、一日も早く iPS 細胞を使った新しい医療を患者さんのもとに届けられるよう、 研究所一丸となって研究を進めていきます。ここまでのご視聴ありがとうございました。